こんにちは、スネドラです。今日は1月4日帰国日です。正月のハワイ旅行もあっという間に終わっちゃってですね、もうすごい悲しいんですけども、今から東京に帰ろうと思います。今回は JAL のプレミアムエコノミーに乗って戻ります。ハワイに来るときはいつもアナなので、第2ターミナルの左奥なんですけども、今回は JAL なんでね、第2ターミナルの右側の方なんですよね。こっち側に来るの初めてなんで、ちょっと空港を探索しようと思ってね、うろうろしてたら JAL のスタッフさんが保安検査場を探してるんだと思って見に行ってくれてですね、とっても親切にしてもらいました。本当にね、 JAL の方が優しいですね。保安検査場はやっぱり微妙に混んでますね。まだ時間があるので、反対側の保安検査場も見に行ってみます。一回 JAL のカウンターの前通るのがね、さっきのお姉さんに申し訳ない気持ちでしたが、まあ仕方ないですね。こっちも同じ程度に混んでるので、こっちから入っちゃいます。はい、制限区域内に入りました。ホノルルの国際空港には桜ラウンジが2つあるんですけど、両方とも行ったことがないので、ラウンジ巡りをしてみようと思います。まずは空港の中央にある本館の桜ラウンジですね。ここは2階にあります。ラウンジの形状ですが、少し細長の空間がぐるっと一周回ってロの字になってますね。飲み物は特に変わったものもないようなので、せっかくのハワイですから粉ビールをまたもらおうと思います。ハワイだからなのか、やっぱりファミリー層が多いですね。結構混んでます。ちょっとね、やっぱり騒がしい感じもありますけど、料理がね、全然追いついてないみたいで、ほとんどね、品切れになっちゃってます。もう行列もできちゃってるみたいで、食べれそうにないので、速攻で退散します。もう一つのラウンジはゲート C の方にある桜ラウンジハレーです。このラウンジは2018年の8月に新しくできたラウンジです。さっきの本館のラウンジも2019年にリニューアルしたんでですね、相当アナへの対抗意識があるんだと思います。私たちは今回搭乗口が C5 なので、こっちのラウンジは非常に近くでね、ラッキーでした。奥のエレベーターで3階に上がります。3階に上がるとすぐにもうラウンジの入り口が見えてきます。これが、新設された新しいラウンジハレーですね。こっちのラウンジは座席が66席しかないということなので、だいぶ狭いみたいですけども、なんつっても新しいんでですね、ちょっと楽しみです。やっぱりアナのラウンジに比べても、ご案内とかもしてくれてですね、 JAL の方がやっぱり親切な感じがすごくしますね。全体的にスペースがコンパクトになってます。料理とかドリンクについては他の桜ラウンジと基本的に一緒になってます。ラウンジ内は満席になってたんですけど、偶然一席だけ空いててね、ラッキーでした。この後ラウンジ内の、映像がなぜか全部撮れてなくてですね、もう帰りの飛行機の映像になっちゃいます。楽しみにしてたハワイの正月もあっという間に終わっちゃいました。あとはこのプレミアムエコノミーを楽しんで東京に戻ろうと思います。帰りの機材のビジネスクラスも行きと同じスカイスイート1ですね。これはね、今回ちょっと高すぎて取ることができませんでした。なので1個後ろの、プレミアムエコノミーのシートで帰ります。国内線でいうとクラス J みたいなシートですね。ビジネスクラスと同じタイプのヘッドホン、それからアイマスク、モイスチャーマスク、歯ブラシ、あと耳栓にね、スリッパ、この辺も全て備え付けてあります。足元もとても広いし、シートの横幅もあるので楽ですね。モニターも非常に大きくて、リラックスしながら映画とかを見ることができます。料理については基本的にエコノミークラスと一緒なんですが、飲み物の方はですね、少しいいものが出るようになってます。シートについてはエコノミークラスに比べればだいぶゆとりがあります。読書灯に AC 電源、レッグレストも装備されてます。その他にも USB ポートとか独立式のドリンクホルダーもあります。プレエコではエコノミークラスに設定のないシャンパンをもらうことができます。せっかくですから、そのシャンパンで乾杯をしようと思います。料理はエコノミークラスと一緒のものが提供されます。今回はビーフカレーかクリームチキンでした。一つずつもらってシェアして食べたんですが、どっちも美味しくてですね、昔の機内食に比べればだいぶクオリティが上がってるなっていう感じでしたね。飲み物のおかわりは白ワインにしました。
食後のデザートは、定番のクッキー&クリームのアイスですね。これ固くてね、溶けるの待たないといけないんですよね。はい、トイレです。トイレには歯ブラシ、マウスウォッシュ、消臭スプレー全部揃ってます。驚きなのがウォシュレットがついててですね、これ前からついてたっけな、ちょっと全然記憶がないんですけど、便利ですね、助かります。今回もご視聴いただいてありがとうございました。ハワイは何回来ても飽きないところなので、近いうちにまた来ようと思います。ハワイ観光の動画も近々アップしますので、そちらもご覧ください。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。